稲妻イレブン。うおー、遠藤の声や。素晴らしく遠藤の声やな。あ、ちょっと待ってくれ。今の操作音だけ聞くだけでも1時間持つねんけど。ここのね、あのクリック音、この音まんま、この音だけでもイナイレハイジンはね1時間いけるんですよ。ポチってこの絶妙な音、始まってまいりました。稲妻イレブン、英雄たちのビクトリーロード、やっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあまずは、操作方法から見ようか。操作ガイドムービー、僕ほんまに一切わからへんやり方。簡単に試合システムのポイントを説明していくよ。ちゃんと試合は難しく見えて、言ってくれるんや。画面の誘導に従って操作すればすごく簡単だ。はい、これ誰？なんとなくプレイすることもできる。これ多分キャラの誰かやんな、これ。さらに楽しい。あ、つるぎ。はい、基本操作。B ボタンだけでほとんどの操作ができる。ほう。Lスティックを倒して、線が出ているときに B でパス。B でパスやな。コースを決めて B でシュート。B でシュート。A ボタン。ほとんど B か。ボールを取るときに使う。あ、ボールを取るときディフェンスは A で攻撃は B やな。ボールの取り合いに。あ、こぐれ。A やんか、ゴリ夢中使ってくれお前。取る側なら敵の行く手を阻んで A。 はい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 。抜く側なら相手がいないコースで A だ。いやー、ちょっとこれは覚えなあかんこと多いわ。逃げることもできる。あ、トーコやん、トーコ。ザタワー使ってくれ。両チームの選手が何スクランブルって。あ、パスね。ボールを競り合って奪い合う。うーわ、これはちょっと覚えなあかんこと多いな。カーソルを合わせてタイミングよくボタンを押そう。タイミングよくボタンを、なんか瞬発力系これ。フィールド、僕瞬発力ゲーム苦手やねんな。勝負を逃げずに勝利するとテンションが溜まる。テンションゲージとかもあんやな。必殺技を使うためにはテンションが必要だ。あ、稲光ダッシュ。しっかりと勝ちを取っていこう。僕が初めて見た必殺技、稲光ダッシュでしたわ。試合中ゴッドハンドが良かった。 AT と DF という数字が出る。局地戦の勝敗は、はい、これテクニックみたいな感じやろ、これ多分当時で言うところの。選手の7つの基本パラメータが算出された値で。あの全体画面もう一回見してくれへん、そのチームの。あ、敵陣や自陣のボール近くでは。いや、覚えなあかんこと多いて。覚えなあかんこと多いて。これ細かい選手への指示ができるんだ。言ってくれてるけどもう何も覚えてへん。今自分だけでなく相手がゾーンを起動することもあるので注意しよう。うわ、これめっちゃむずいな。あ、シュート。ゾーンではゴールが見えてもすぐにシュートに行かず、 L スティックでカーソルをググッと横に動かして別の選手を選択。ほう。次の選手に繋いだ後にシュートを打てば。いるわ、難しそうやな。ダッシュアタック。早く敵陣に切り込みたいなら。あ、これはイナストでもあったな。 B でダッシュアタックが使える。敵を、これイナストのなんか進むやつと一緒かな、ほとんど。あ、ファールも取れるんか。城壁？防御側のゾーンでは城壁を配置しよう。それディフェンスか？技でディフェンスってやつ、これ。ああ、技使わんくてもワンチャン止めれるんか。どこに作るかが非常に重要だ。いやー、ちょっとむずいな。絆パワー。絆パワーというポイントが溜まっていく。ほう。溜まったパワーは最後のシュートでボールの威力に加算される。はあ、溜まってれば溜まってるほどってやつか。敵にボールを取られると減っていくから注意だね。あ、敵にボール取られると減っていく。試合ではキーパーパワー。あ、乾杯ね。KP というゲージでキーパーの耐久力が示される。はい。止めたシュートの威力によって減っていき、ゼロになると得点されるんだ。なるほど。あー、素晴らしい。キーパー技によって減少。作品中最強技来ました。シュートをキーパー。必殺と気合。一定の確率で必殺と気合が発生する。三国先輩今どこで止めてたん今。メンタまで止めてたぞ今。気合が出ると 100% 止められるんだ。なんかこれクリティカル的なやつか。会心の一撃ね。しながら
あ、タクティクスもあるんや。タクティクス起動だ。いいやんか、いいやんか。これ化身とかもあるんか。アフロディ。アフロディなんかアフロテルミなんかわからへんけども、今どっちのパターンや。試合ではいろんな要素が絡んで勝負が決まるんだ。プレイヤーの腕前だ。難しそうやけど、これもう絶対面白いわ。戦略も重要になってくる。自分なりの戦い方を見つけてほしい。みんなぜひ一緒に遊んでみようよ。いやー、むずそうやなー、これめちゃめちゃむずそうやぞこれ。じゃあちょっとやっていきましょうか。 CPU 対戦、もういきなり CPU 対戦潜って大丈夫なんか。稲妻くデスゾーン級ゴッド級、まあ稲妻級やってみましょうか。僕が使える選手ってどんなんや。あ、チーム決まってるんや。ジャパンドリームズ、稲妻オールスターズ。うーわ、これどっち使う、これ。うーわ、これはどっち使おうかな。染岡、灰崎、吹雪おんのか。振動、ゴールキーパー三国先輩ねんな、こっちは。こっちゴールキーパーエンド。いや、さすがにゴールキーパーはエンドに任したいな。立ち向かいもんのか。アフロディモール、いや、こっちやろ、さすがに。さすがにこっちちゃう。僕はこっちになりますわ。キックオフ、まあ習うより慣れろやな、これは。さあ、緊張のキックオフ。キックオフ来ました。始まってまいります。もう僕の稲妻イレブン。これはパス、パスやな。パスして、こっちに。あ、試合では B ボタンだけでほとんどの。ちょこちょこチュートリアル入んのか。Lスティックを倒して線が出ている時に B でパス。はい、ゴール前でもコースを決めて B でシュート。攻めてる時はだいたい B やねんな。 A ボタンを敵を抜いたり、はい、ボールを取る時に使う。はい、だから攻める時は B、 守る時は A って覚えといたら今はなんとかなると思うわ、多分。ここパスして、はい、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 パスして、パスが通らない。何これ、これ何、こんなタクティクス技ありました。あ、 L ボタンを押しながら、はい、 A、B、X、Y のどれかを押すことで、はい、タクティクス起動だ。タクティクスね。フィールドに描かれたジオグリフ内でのみ効果が出る必殺タクティクスと、ランダムで配布されるスーパータクティクスがあるぞ。スーパータクティクス、じゃあちょっと必殺タクティクス使うか。僕は今何を使えるんや。何を使える。あ、炎の城壁とかの使いたい。これ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 、炎の城壁なん、これ光の城壁じゃなくて。ちょっとどうすればいいのこれは。あ、城壁ね。防御側のゾーンでは城壁を配置しよう。今僕も城壁使ったけども、炎の城壁。敵のシュートを止められるんだ。はい。設置位置に味方選手が移動しないと城壁完成とならないので、はい、どこに作るかが非常に重要だ。味方選手、どこにいる味方選手。どこ味方選手。城壁。ここら辺に置いといたら影山がそこに行ってくれるってやつかな、これ。ちょっと分からへん、一切分からへん。キャッチ、これどう、これこれどうな、今のどうな、何も分からへん。ゲージでキーパーの耐久力が何も分からへんわ。止めたシュートの威力によって減っていき、ゼロになると得点されるんだ。これはあれやな、トーチと一緒やな、スタミナみたいなもんやな。これは減少を軽減できる。これキーパーだけなんかな、他の選手にはスタミナないんか、分からへん。これ止めた、止めた、ナイス。じゃあパスして、パスして、はい、フォーカスって何ですか。取り合いになると、はい、フォーカスという局地戦になる。はい、取る側なら敵の行く手を阻んで A、 はい、抜く側なら相手がいないコースで A だ。相手がいないコースで A ね。 B でパスをして勝負を逃げる。 B でパス、じゃあ A で今のは抜けってことかな。このここは、ここは A で抜きやな。こうや、こうやろ、こうですわ。
強固な筋に阻まれた。むずい。ちょっと待って、めちゃめちゃむずいねんけど。はいはいはい、オッケー。しないでほしいですね。ファールシビアすぎません今。なかなか頑張りましたけど僕。さあフリーキックで試合再開。ここでシュートを打っていく。嘘でしょ。相手がシュートを打ちました。あ、キャッチ。難なく止めていきます。難なく止めて、でここパスしてシュート打ちたいな。めちゃめちゃシュート打ちたい。フィールドの局地戦、はい、フォーカスやスクランブルで勝負を逃げずに勝利するとテンションが溜まる。あ、だからテンションゲージ言ってたな。そういや、必殺技を使うためにはテンションが必要となるので、あー、これ勝ちを取っていこう。必殺技使うにはテンション貯めなあかんのか。イナストやな。DS 基準に考えたらあかんわ。イナズマイレブンストライカーの基準に考えなあかんな。なるほど。じゃあここはこう突破して OK。 テンション溜まった。あー、これは瞬間的な。両チームの選手がいる場所にはい、スクランブルでしょ。ボールを競り合って奪い合う、はい、スクランブルという局。これはちょっとこんな瞬間的なことできるかな僕。カーソルを合わせてタイミングよくボタンを押そう。はい、これはタイミングよくボタンを押せばいいな。 B を押せばいいねんな。これわかりました。これこう。ここでパスミス。ミスー。おじいちゃんが出ている。はい、ここ重くそ。はい、重くそ。ここまたもや攻め込まれたぞ。今どうですか。今城壁張って、ここにも城壁張って、城壁張りまくっといたらええんちゃう、これ多分なあ。ここにも城壁張って、あ、城壁張っていいんちゃうこれ。これどう。はい、がっちり守って、パスして、とりあえずあの早くシュートを打ちたいんだけど僕。シュートを打たしてほしい。これ突破やな。これこっち。オッケー。なんや。敵陣や自陣のゴール近くでは、はい、X ボタンでゾーンが起動する。 X ボタンでゾーン。スローになって細かい選手への指示ができるんだ。スローになんのか。あ、これは嬉しい。自分だけでなく、おじいちゃんの僕には嬉しい。することもあるので注意しよう。めっちゃむずい。わかった。じゃあこれでオッケー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 。これシュート打ちたい。めっちゃシュート打ちたい。これあー、城壁されてるから、ここパスして、なんでノー。オッケー。いや、そんな早いこと抜きに来るなあ。そんな早いこと対応できひんて。オッケー。ここパスして、ゾーン。あ、ファイアートルネード打てる。ファイアートルネード打てんぞみんな。ファイアートルネード打てる。はい、ダイレクションシュート。はい、エルスティックでカーソルをググッと横に動かす。こういう敵が城壁打ってるときは横にパスしたらいいねんな。OK。はい。力アップできるんだ。なるほど。ただ今、ゴーエンジ、ファイアートルネード打てたで。これ打ちたいめっちゃ。あ、今どこに打った？おお！どこに打った今？今どこに打った？ファイアートルネード。おお！ファイアートルネードとこのゴッドハンドのぶつかり合いねこれ。ねえ、激アツなんですけども。頼もしいセーブ。がっちり止められたけども。今のだけでこのゲームをやった価値はある。はい、止めて、これパスして、何これ、ザ・ウォール？おお！技のラッシュ、これがいいんですよ。これが味方ってん、僕は。これが味方ってん、僕は。ちょっと待って。あー。いかがでしたか、竹馬さん。そうですね、大満足やぞ。お互い素晴らしいプレーをしていると思います。大満足やねんけど。まだまだ目が離せません。多分操作めっちゃ下手やと思うけど大満足やで今のところ。ただ支配率 56% 勝っている。まだこのフィールドを僕は支配している。ほんで僕はねキヤマ入れたいねん。うん、ヒロトを僕はぶち込みたいんで。そやな、ヒロトどこ、ヒロトはどこや。まあええか、僕はアスト時代あんま興味ないんで
あー、ツナミもええな。いやー、レーゼもいいね。こうするわ。これこうしようかな。オッケー。これでいいわ。ここで選手交代です。はい。もう僕は子産中なんて。はい、もう昔のキャラをギョンギョンに使っていこう。さあ、後半戦始まりました。さあ、後半戦始まった。これで、あー、忘れてた、必殺タクティクス。僕も使うわ、必殺タクティクス。はい、ウィンキープ。これは使った。オッケー。これはどうしよう、これどうしよっかな。これパスしよう。パスしてオッケー。あ、パスでも全然ええやん。何、あ、ダッシュアタックとかあったな。早く敵を切り込みたいなら、はい、ZR ボタンを押しながら L スティックで方向を決めて、 ZR でダッシュ。まあ無理やり突破できるみたいなもんかな、これ。高速に突き進む。そうやんな。ファールになる可能性もあるけどね。ファールになる可能性あるんやったら僕は使わん。ほんで今はこんなテクイ動きせん方がええやろ。まずは何、守備こっち。オッケー。パスして、パスして、何、次は仲間にパスをしてボールを、はい、絆パワーとかありましたね。そういや、絆パワーというポイントが溜まっていく。はい、溜まったパワーは最後のシュートでボールの威力に加算される。はい、敵にボールを取られると減っていくから注意だね。はい、はい、まあその辺の難しいところは今も頭の片隅に置いて、とりあえず得点につなげられる。いやー、これはパスでしょ、木山に。ほんで流星ブレードをぶち込むでしょ。これは懐かしすぎんねんけど、あの頃のエフェクト。さすがに止められるか、これは。あ、これ遠藤強すぎ。遠藤が強すぎるだけやんけ。これは頑張れ。オッケー。これレーゼ何を撃てんの。レーザーな、ゴッドノーズ撃ちたいよね。これここにパスして、パスして、デスソードとかいうのも決まっていきました。いや、あのまんま、あの頃のまんまやで、マジで。いや、熱すぎる、激熱なんですけども、本当に。ほんでアフロディみたい、めちゃめちゃアフロディみたいねんけど。こっち、あーん、これはどうしましょう、これどうしましょう、これ。城壁、ここ、ここ、何何何、次はシュートをキーパーが止める際、はい、一定の確率で必殺と気合が発生する。あ、三国先輩どこで止めてんねん、それ。どんなにキーパーパワーがあっても点が入ってしまうし、はい、気合が出ると 100% 止められるんだ。まあクリティカルみたいなもんやな、これは。これ運要素やな、今どうでもやる。城壁、ここ、間に合う、それ。ゴッドハンドを使えますわ。これがっちり守っていきまして、あ、ちょっと待って、遠藤がもうスタミナないやん。これ戦士の交代ってもうできひんのか、今。戦士の交代途中できひんのか。遠藤がもうスタミナないし、ちょっとこれはヘブンズタイム使いたいね。素晴らしいことで、素晴らしいことで。ほんであれやな、アフロディは必殺打てへんわ。ヘブンズタイムだけか、最初やから。どこに来る。はい、行け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 。パス打ってゾーンで、アイファイヤートルネード、遠藤の心臓にぶち込んでいきまして、全然点取れへんねんけど、さっきからな。相手の遠藤強すぎ、全然点取れへん。タクティクス使うか。はい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 。これパス、これこっち。オッケー。ほんでまたか、
アグレッシブビート懐かしいね。いや懐かしすぎる、めちゃめちゃ懐かしい。大健闘しました。はい、大健闘です。白龍と柊もおるやん、カップルもおるし、うーわこのチームを使いたいね。よろしくお願いします。絶対に勝つ。緊張のキックオフです。まずこっちパスして、パッ、アイッシュ、これどこに来る？はい、オッケー。これパスして、パスして、前パスできひんかったか。全然全然、これこっち突破いけるか。はい、いける。ゾーン入って、これ一発ダイレクト打とう。一発ダイレクト打って、はい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 、削る削る時ね今。なんで回復した今なあ。ショボシュート、じゃあ今何、今三国先輩今のファールやろ、今のファールやろ絶対。何をしてくれてんの今なあ、お前サッカー選手として失格やぞ今の。これはまあ守り行こう、守り守り行きたい、守り行きたい。これどうやってどうやって守るの、これこうか。あーしょ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 、オッケーオッケー。パスして、パス、全然全然、疾風ダッシュみたいねこれは。あ、まんま素晴らしい。ほんで前行って、前稲見える感じどうでもいいんで、突破いけるか、突破突破いけるか、突破。あーちょっと操作が難しいです。まだこれ前行こう。何アップ、いいやん、敵の技見れる、あのまんまやで なあ、演出があのまんま。城壁ここ、壁山ここ、これでもう守れるやろ。あ、ちょちょちょ、違う違う、これ守れる、守れるな。オッケー、ザ・ウォール、これは使おう。これ使って壁山でシュートブロックして、多分止まる。オッケー、止まった。そんで前パスして、あーパスが近かった、これこっちどう、オッケー。ただ次、あーアフロディ、あ、よしよしよし。ほんで前行って、あいっしゅ、これはね横に冷静にパスして、これは行きましょう。あーまだシュート打てへんか、じゃあ隅にぶち込んで、まだいける、いやー、はい、オッケー。ゾーンのオンで重くそ右端にボツンやっていき、これどうや、いや止めよるね三国先輩。テンションゲージが全然ないんか、あのこの競り合いで勝たなあかんわ、競り合いで勝つというのをやらなあかん。なのでこれ止めに行こう。何、これは城壁こことここやな、これで全然オッケー。勝って前行って、前行って前、これは抜こう、こっちこっち、オッケー。でもテンション多分まだた、前半終了のホイッスル、前半いかがでしたか。めちゃめちゃむずい、先が読めないですね、ものすごいむずい。染岡さんの必殺技みたいね、ドラゴンクラッシュか、ワイバーンクラッシュか。まだええな。立ち向かいは、立ち向かいもゴッドハンドか。津波技何も覚えてへんやんけ。フェイね、バウンサーラビット、そうやな。あ、お前技何も覚えてへんのかい、下がれ、なんでおんねんそこに、お前もかい、下がれ下がれ下がれ。始まりました、はいはいはい。ほんで
これはどうすればいいん、これここに行きまして、染岡ちゃん、染岡ちゃん、何チキっとんねん染岡、男やったら攻めに来い、こっちに、ここさすが吹雪やで、負けるかもしれないけども攻めに来たんが男やねん、だからお前は吹雪に場所を奪われて、それがお前と吹雪の差なんだよね。絶ソードぶち込んで、さっきから全然シュート決めれへんねん、あ、ワンハンダーズデッド、懐かしいことで、あ、1ハンターズネットに止められ、これ何、これ何、これ、これ何、これ、これ何、今何、今何、今何が起こったん、はい、クソと、いけ、あー、ザ・ミスト、懐かしいな、いや、マジで懐かしい、マジで懐かしい、キリノ、お前マジで久々に見たな、ここ、はいはいはい、パス打って、はい、全然大丈夫、これは、ゾーンして流星ブレードの前にパスしよう、パスしてからシュート打って、何何、試合中は至る所にまだチュートリアルだか、 DF という数字が出る、はい、局地戦の勝敗はこの数値が多い方が勝つ、はい、選手の7つの基本パラメータから算出された値で、はい、成長すれば上がっていくんだ、わかりました、ありだす、ちょ今僕シュート打つんで邪魔しないでください、これシュートぶち込んで、いやーこ、おお、クリティカル出たー1ポイント、世の中運ゲーなんですよね、超次元サッカーとか関係ないね、世の中パチンコなんですよ、そうなんですよね、ここ OK、これパスして前にパス打って、これはさすがにこっち OK、 はい、はいはいはい、右端ぶち込んでいきまして、これどう、あーギリギリ負けてる、 OK、 決まった、調子よくなってきたぞこっちのチーム、リードしています、3点目いきたいね、このまま、このまま3点目いきたいぞ、これで守っていって OK、パス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 、ここパスして、これゾーン、あー近すぎる、さすがに今のは僕の責任でしたね、 OKOK、 ここパスしてパス、これではこっちにボツンやって、あー 44% 外れた、世の中運ゲーなんですよね本当に、壁山で巻いて全速、あ、早いてー、コマンド決めんの早すぎひん、これパス、あ、これこれ今何、これ城壁、ここ城壁、これでいいやろ、これは守れる、これはキャッチでいい、オッケー、パスパスパス、え、あ、全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、こっち、ほんでもってパス、え、パス、やばい、パスゾーン、流星ブレード、流星ブレード、流星ブレード、これどう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 、試合時間あと2分で流星ブレードぶち込みましたけども、3点目なるか、3点目なるか、なるか、3点目なるか、キモーい、ただ勝利を刻みました、ありがとうございます、初勝利、気持ちいいね、これ、ここウルフレジェンドや、おー、言うてる場合ちゃうわ、言うてる場合ちゃう、何何それ、え、何それ、それ何、どこ行くんそれ、どこ行くんそれ、それどこ行くん、はあ、ちょ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 、ああ、テンション不足、テンション不足、やばい、なんじゃおい。
執念を感じる、まさに互角の戦いです。シュートチェインあるって聞いてへんねんけど、なシュートチェインあんのかい。チュートリアル出てないねんけど、やり方教えてくれ。あ、ボールを奪いに行く、そういうことか。ダイレクトシュートか、そういうこと。分かった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 、はあ、分かった分かった、ダイレクトシュートか、そこでダイレクトシュートが出てくるのか。なるほど、城壁こことここやな。そこパスする。何このテク動き。あ、ゴッドハンドきた。ほんで青色や。素晴らしいです、レベル5さん。青色、ここだけで原作ファンを沸くよ。わかったわ、わかったわかった。これでパス全然大丈夫。これではこれ、こう、あ、まあむずいなあ。このコマンドが難しいね。ここ、あーい。じゃあじゃあしんすけで、はい、2部よと鳴らして、これでこうやってこうの剣に行きたいね。僕は剣に行きたいから、剣にパスしてゾーンで、あ、テンション不足か、テンション不足かい。どうこれ、ワンチャンどうでしょうか。 AT は勝ってる。おい、いったか、ほい。後半ラスト3分、これがやってくれるんがグランなんですよ。グランはみんなの期待に応えよんね。あ、ライバル対決、こっちが勝つんですね。もう一発シュート決めたいな、こうなったら。あ、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 や、や、や、あい、ごよーん。ここで試合中に進めています。まずはテンションやな、発揮してほしいと思います。行きましょう。さあ、緊張、よろしくお願いします。まずはこれ弱点やな。これ林弱点か、知らない、行って OK。 ここパスして、はい、行って、こっち、はい、行って、素晴らしい、おにぎりゲットして試合中に。ほんでこれ何、何これ、素晴らしい。ほんでこれ有利属性取ってる、これブチン行って、これこう行って、これカッパシャッパキャンバスキャンバンガンマカスタンダキャッパキャッカンバスキャンガンマンマザゾーン行きまして、ディザスターブレイク。あー懐かしい、うわめっちゃ懐かしい、うわ懐かしい、あちょ懐かしがってる場合ちゃうねん。これでまたぶち込んで、はい、おーい、292は強ない。これどう、真っ向勝負どう。あーでもめっちゃ削った、この序盤であんだけ削ったんよくない。やっぱり相手に仕掛けまくって、これはちょっとやばそう。もちもちきなこもち、素晴らしい、かわいい、ただただかわいい。オッケー、テンション使ってもうたな。まあいくか。コマンドまた仕掛けてお前に、コマンド仕掛けて、オッケー、なんかもらって、またコマンド仕掛けて、これ多分より属性やな。あ、いや、待って、オッケー、仕掛けて、これはまあ普通にシュートやな、普通にシュート打ってワンチャン決まる。オーラクリティカル、弱運ゲー、弱運ゲーなんですよ、デザーム君。お前がどんだけ努力しようが運には勝てへんの、それを教えたろ、無心。オッケー、これ上持ってって、こうやって、こうやって、ちょっと待って、これこうやって、全然大丈夫。ウルフレジェンド、ロングシュート、これも、これもロングシュートな、ウルフレジェンドって、ウルフレジェンドロングシュートな、あれ、これどうでしょう、これどうでしょう、
まあさすがに。オッケー、ただ半分減った。半分減らしてもでかい。これどこに来る？はい、2秒と鳴らして。来い。ブッチャボーイ。これは前行って。ここ行って、こう行って、ボッチン、ウィン買って、こう行ってゾーン行って、ファイアートルネードパスして、このディザスターブレイクめっちゃかっこええやん。あの頃のまんまで良き。あーし。ただ全然普通にダイレクト。これ多分買ったで。ただ、ボンバが、あ、ボンバ抜けた。買った。ざまー。見事な一撃です。慣れてまいりました。好調な試合展開で会場も熱気に。もう慣れたら前半2点余裕よ。そうはさせないよ。ここオーケー。よっしゃ、頼んだぜ。ここで前半終了のホイッスル。前半いかがでしたか、竹馬さん。あ、お前も懐かしいな。お前ライトニングアクセルを使ってたな。攻撃にならないか心配です。さすがに勝った。もう支配率 67% やもん。エイリアンを支配しても僕が勝てるに決まっている。ここで選手交代です。なんでガゼルとバーンどっか行くねん。さっきお前ら何をした。本当にステップが難しい。守備体制を整えられるか。おおおお、シュートチェイン狙われたんですけども、これノーザンインパクトまでつながんの。それやめてくれ。それ頼むからやめて。そうきましたか。誰これ、誰、アルビナ姉さんこれ。これ誰、これ誰、誰それ。どこ行くどこ行くねんそれ。